蘭諸島に来ている松。日が暮れて向かったのは地元の人や観光客に人気という店。こちらはなんと洋風料理でスパゲッティやワッフルが有名とのこと。はじめに柑橘系のジュースから。これがね、ニンモンシェンチ、あのレモンかな、これね、金柑レモン。うわ、ちょっと甘さ強いんだけど、いいね。味としても最高で、後から酸味がスッときて、ほっぺたが締まっていう感じね。うん、島の夜は本当にビール飲む人は飲むんだろうけど、まあこれでも本当になんとかな、気分は味わえるよ。お次は一番人気のスパゲッティ。ここのねスパゲッティが美味しいらしいんだよね。このスープそんなかかってるわけじゃないんだけど、スープすごいコクがあって、味がまろやかで、で、まあ、トマト風味はちょっとあるのかな、いやトマトじゃないな、なんかちょっとしたソースの酸味、これ全部絶妙だね。カエデに糖と書いてメープルシロップでしょう。これがメープルシロップのワッフルなのね。ワッフルをいただきます。あの中がもっちりしてる、クリームのふわふわ感とでまた合うんだよね、食感がすごくいい。外がサクサクで、中はあの粉のねしっとりした感じともちもち感だね。自然を存分に感じ、かつ豊富な食材を蘭諸島で満喫した松でした。